日本千葉県柏市1 4 2十4には、千葉県柏市の地名。郵便番号は277-0872。柏市北西部に位置する。柏市柏の葉、若柏中豊二、松葉町、大仙台、松ヶ崎、高田、流山市備田、小牧台と隣接する。地域内は、住宅、農地、工場の混在した地域となっており。 北と南にそれぞれ飛び地がある。地域内には、千葉県立柏特別支援学校、高田原稿番、柏14に東遊便局があり、地域の西部を、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、都市軸道路が通る。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、14時梅林216番19の地点で84,800円。 平方メートルとなっている。元は小金木の一部であったが、1869年に政府が東京府に命じたことにより開墾が行われた。1872年には14に村が立村され、1889年の市政、町村制施工事も単独で一村を形成していた。1914年には田中村と合併し、田中村の大技となり、 1949年には中豊ふたを分離し、14には中豊ふたを挟んで北と南に分裂した。1954年には東葛市を経て柏市の大技となり、1970年に一部を流山市、小牧神殿に編入、1971年には北側の北部が新豊ふたとして分離した。その後は、1989年に、 西側地域を西原、西柏第に。1990年には柏の葉三丁目に一部分離した。小金木と桜巻の跡地に東京深から移民が入植、開墾した際に12番目に移住がされた地域であったことによる。14人以外の入植地は、初富、二葉、三崎、豊かし五甲、六組、七栄、八股、九尾城、十僧、 141、143 14の順に続く。2018年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。14には広範囲にわたり、飛び地も存在し、また複数のバス路線があるため、最寄り駅も柏駅、北柏駅、柏の葉キャンパス駅、柏田中駅、豊敷駅、初石駅、石駅江戸川台駅と多岐にわたる。一部、徒歩、または、 バスの利用により、柏駅と北柏駅、柏駅と柏の葉キャンパス駅、北柏駅と柏の葉キャンパス駅の両方を利用できる地区もある。柏市立14に小学校の所在地は柏の葉である。ありがとうございます。